大家好，我叫翔太，今天松下家有点不在，所以我一个人。一个人。大家好，我叫翔太，今天松下家有点不在，所以我只有我。Desafio TV 始まります。試合過ぎたら、うん、今の気持ちはいかがですか？ついにデザフィオの優勝することができたんで、まずは、まあ、嬉しいというよりかはホッとしてます。はい、そんな感じですね。まあ、ホッとしますわ。ホッとしてます。やはり、まあ、去年の決勝戦、同じように陳少年米台北で開催された、まあ、デザフィオが初めて大会しに参加した、デザフィオのジュニアユースの選手たちが初めて参加した青少年杯は決勝戦で、まあ、9対2というスコアでやられてしまったんで、あの時のまあ悔しい感じだったりとか、当然僕の中に残ってるんで、選手たちも残ってるでしょうし、でそこからこの目標にしてた大会を、まあ、1位を取ることができて、嬉しい気持ちめちゃくちゃありますけど、それよりもホッとした気持ちの方がでかいっていうのは、まあ、そういった理由ですね。まあ、去年の青少年カップ終わったから今までは、はい、なんか僕見る感じはいろいろまず選手の雰囲気変わりましたね。うん、そうね、変わった。なんか、うん、この年齢の選手はだいたい自分好きなプレーやるでしょ。うん、なんかデサの選手は本当にこのチームのために何かやれるそうです。このチームのためにね。その部分はちょっと、いいことだね。だって去年からいろいろプラン作りそうし、うんうん、その部分はちょっと教えていただけませんか？なるほど。チームの雰囲気が変わったって嬉しいね。去年青少年杯が終わって、まあ、今年の青少年杯まで3つに分けて目標を設定しました。短い目標と中期の目標、まあ、短期、中期、長期の目標を設定しています。で近いところで言うと、まずはそのサッカー選手としての態度、いろんな人には当然感謝することだったりとか、まずはその練習場に入ったらサッカー選手として気持ちを切り替えることだったりとか、当たり前だけど90分間全力でやるとか、そういったまずサッカー選手としての立ち振る舞いっていうところをまず短期の目標に設定して、なんで具体的なところで言うとあんまりないんですけど、まあ、例えばスローインのとかところがこだわるとか、まあ、切り替えを早くするとか、リスタート早くするとか、そういった本当細かいけど大事なところを最初に目標に設定しましたね。でそこから中期は具体的な大会が入ってきて、ディベロップリーグで3位以上になる。で長期でいうと、まあ、今なんですけど、その1月のところから振り返ると青少年杯を1位になることと、今始まっているリーグ戦で3位以上になることっていう、この3つの目標を設定して、選手たちとそれを共有して、まあ、選手たちが自分自身に言えるようにしましたね。さっきはいろいろピッチからのことを言いました。はい、じゃあピッチ内ことちょっと教えていただけませんか？はい、さっきポン君が、まあ、ポンシェンさんが僕にね、あのチームっぽくなったねって言ってくれました。これはね、もうだいぶ褒め言葉で、チームの中で、まあ、そのサッカー、難しいサッカーを、まあ、複雑なサッカーをどうやって戦うかって言った時に、まあ、大きく分けて攻撃、守備で、ボールを取られた時、ボールを取った時、こういった局面、まあ、よくあるサッカーの中の局面でのチームとしてやるべきことを設定して、でそれ決めるのは当然僕なんですけど、決めて、でそれを練習の中から取り組んでいって、で選手たちがそれを少しずつ理解してくれて、理解してくれたからこそ少しずつこうチームとしてプレーしているように見えたと思います。なのでそれをそういった外から見てる人が言ってくれるのは、まあ、すごく嬉しいですよね。
それは一つの評価かなと思ってます。陳謝年齢決勝戦結果は2対1で後半に2点入れることができて無事に逆転することができました。ただその今ポンチェンさんが言ったように TCLS 戦でその前のリーグ戦で TCLS さんに0対4で負けてます。でその時の経験はこの陳謝年決勝戦陳謝年齢決勝戦でだいぶ役だったなって思ってます。ハーフタイムの時にすごくまだいい顔してたんで、あ、この試合はまだやれるなっていうのは僕も思ったし、 TCLS 戦の時にまあああいう先に先制されて逆転できなかったっていう経験があったのは良かったなと思いますね。まあ、ここに繋がってきました。それ僕自身もですね、僕も TCLS 戦の時は選手を助けられなかったんで、でも今回はまあああいう局面になったらこうやってやろうっていうのは僕の頭の中にあったんで、僕含めてコーチ陣選手含めてみんなが成長した結果がこの決勝戦で、まあ、つながりましたよね。つながらないこともあると思うけど、うまくつながってくれてそれは良かったです。はい、最後はちょっとまあもう今年も最後の3ヶ月かラスト3ヶ月かアーリンやの残り3ヶ月まだリーグ戦戦ってます僕たち。なんでまずは今週って言ったらダメか、編集が間に合わないからね。リーグ戦残りの試合まだありますが、僕たちの目標は次の試合に勝つことなんで、一つ一つ次の試合に勝っていってその結果1位が取れたらいいなと思ってますし、当然僕も選手たちもそれを目指してます。はい、なんでまずはリーグ戦最後まで頑張ります。なんで引き続き応援してもらえたら嬉しいです。じゃあよ、完璧じゃない？